Yukihira Souma.蓋をして蒸し焼く間に次の材料を全部整える。これ、ものすごい手さばき。よし、卵白を泡立て、卵黄に生クリーム、塩コショウで調味。確認。よし、そろそろ蒸し上がり。 特製トマトソースとパセリ。お待ちだ。おい、隣の料理なんかすごそうだぜ。本当だ。私の曲を。あれだけの仕事量をこなしながら作るペースをどんどん上げてる。一回仕上げるために調理手順を最適化、リファインしてるんだ。 早い。まだどんどん人だかりが、客が客を呼んで。ライブクッキングという言葉がある。完成した料理をテーブルに運ぶのではなく、お客様の目の前で調理を行う演出のことだ。それは味への期待感を高め、素材が料理に変貌する様は高揚感を与える。 まるで華やかなショーを見せるように、雪平は客の心を引きつけている。己の技量の調理そのものを見せることで状況を逆転させるとはな。榊涼子、200食達成。吉野勇気、200食達成。やった。 雪平相馬、200食達成。終了。そこまでだ。